はい、それではですね、今回は令和2年度、管理業務主任者試験合格なさいました大石康俊様にお話を伺いたいと思います。大石様、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この度は合格おめでとうございます。ありがとうございます。早速なんですけれども、大石様の自己紹介をお願いしたいと思います。はい、私は不動産関係の会社にですね、勤務しております大石と申します。企業内ので弁護士を務めております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もうそうするとですね、この度管理業務主任者試験を受けられた理由としては、はい、まあその不動産業についてらっしゃるからっていうところが大きいですか？一応不動産業についてらっしゃるとはいえ、はい、業務としては弁護士さんの業務。はい、そうですね、はいはい、そのような優秀な方でも資格を取られるっていうのがすごいですよね。あ、いえいえ、そんなことはすごいです。なんか私がすごい今更ながら恐縮します。ご自己紹介ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それではですね、アガルート、この度学習していただくにあたってアガルート弊社を選んでいただいた理由というのをお聞かせいただけますか？はい、まず私はそもそも司法試験を受けておりますときに、はい、大変上がると評判が本社良くてですね、教材も実際使っておりましたので、はい、この度新しい資格にチャレンジするときも、上がるとさんにお世話になろうというふうに決めてました。なるほど、そうだったんですね。なんかそれは大変ありがたいことですね。ではもともと上がるとの存在自体をよくご存知でいらっしゃって、その流れで選んでいただいたということなんですね。はい、はい、ありがとうございます。あと、値段も魅力的でして、気軽にですね、チャレンジできるといいますか、他校さんに比べてだいぶこう、うん、なんでしょう、コスパがいいというか、このあたりは、とても魅力的だったということです。はい、割と皆さんおっしゃるのはやはり返金の制度があるっていうのは大きいって聞きますね。一つのモチベーションになるっていうお話は聞きますね。そうなってくるとですね、もともと学習というか、このなんていうんですよね、学習すること全般に対してそんなに苦労なさる方じゃないと思うんですけれども、日々どのような感じで学習されてたかというのをお伺いしたいです。うちは司法試験の科目でもあります民法ですとか、普段こう触れてる民事系の科目っていうのは総合講義とかも、ちょっと飛ばさせていただいて、逆に言いますとこう管理系の設備系の問題っていうのは、私は不動産の会社に転職して2年1年ちょっとぐらいに受けたものですから、まだ全然詳しくなくてですね、そのあたりですとか、苦労した点ではあるんですけれども、勉強の方法といたしましては、やはりまずは先生の講義を聞いて、全体像を把握するということ、それから過去問をですね、繰り返しといて、過去問に似たような問題とかが出たら、確実に取れるようにすること、そのあたりを心がけて勉強しておりました。なるほど。なんかこう弁護士さんって一体どんな風に勉強するんだろうっていうのすごい興味深かったです。やっぱり一回全体像を把握するっていうのは大事ですかね。そうですね、はい、今回区分所有法はちょっと初めて、勉強したんですけれども、やっぱりどんなシステムといいますか、全体構造になってるのかっていうのを最初に全部見ておくことは、とても大切なことだと思います。そうですね、学習なさってる方でもやっぱり分からないところを一回初回は一巡した方がやっぱりいいかもしれないですね。分からないところをつまずいていくよりも、それは後でこう掘り下げていって、一回なんとなく全体でどういう立て付けになってるかっていうのは把握してから、あと深いところ入っていった方がやっぱり進みもいいというか、知識としても入りやすいですかね、その方が。そうだね、そちらの方が効率が圧倒的にいいというふうに思います。そうですね、特にアガルートの場合映像配信なので、ご検討されてる皆さんはもしいらっしゃったら、一回何回でも聞けるので一回ざっと回していただいて、で次からね深掘りしていくっていうのがね、いいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではですね、これを聞くのも恐縮なんですけれども、講座を受講してみての感想というのをお伺いしてもよろしいですか？
はい、先ほどの話とも関係するんですけれども、はい、非常に単元が細かく分かれているということで、はい、一度ざっと見た後に、はい、苦手、よく分からないところ、はい、を絞って聞けると、それは時間かからないので、はい、非常にその辺はいいなというふうに思いまして、はい、で、その他にも倍速機能がついておりまして、はい、もうとにかく僕は1回目はとにかく分からなくても、はい、全部倍速で聞こうっていうふうに決めてましたので、うん、はい、もう利用しやすかったと、事故良かったというふうに思いました。はい、ありがとうございます。そうですね、倍速機能は確かにあれですよね、もう本当にこう自分のペースで自分の好きな、はい、速度で設定できますのでね、でそれでガンガンこう進んでいってっていうのは、はい、時間からしても単純に倍速だったら半分になるわけですから ね、すごく、ま、はい、回しやすい、それはですね、はい、と思います。ありがとうございます。いい、ではですね、合格した時のお気持ち、まあ実際、業務としては特に不動産で現場にいたりはなさったり、今のところはまあちょっとコロナの事情もありまして、うん、なるほど、ではないんですけれども、うん、合格した時はやっぱりホッとしまして、はい、はい、なんとか面目を社内で保てたと言いますか、良かったです。あ、そうですよね。なんかそう思うとなかなか賢いっていうのも逆に受かってそうでしょってなられるので、それはそれでお辛いところあるんですね。今なれると思いましたけど、そうですよね。本当にお疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、今後の展望というのをお伺いしたいです。はい、はい、不動産関係の資格ですね、うん、まあ、宅建とか、はい、今回まあ勉強させていただいて、はい、まあ、管理業務主任者の何かもそうなんですけれども、うん、まあ、ちょっと非常に面白いなと、はい、不動産関係の方面白いなっていうふうに思いましたので、はい、また社内でこういろいろこう研修とかもですね、はい、やってますと、うん、教えるのも面白いなというふうにこう感じてましてですね、はい、まあ、不動産法のこう面白さを伝えていけたらなと、うん、いうふうに思ってます。はい、結構奥が深いですよね。それぞれ同じ不動産系の資格でも結構目線が違うので、はい、ね、はい、いろんな、まあ、賃貸であったり売買だったり管理だったりいろんな目線から見ることができるのでね、学習してても楽しいと思うんですけど、宅建とか他の資格とも並走して学習してらっしゃったということですか？あ、はい、そうです。宅建の時までは宅建をやりまして、うん、はい、賃貸不動産経営管理所までは賃貸不動産経営所管理所にいまして、なるほど、じゃあ期間という感じですね。その時までに、はい、なるほど、じゃあ特に並走したというよりはその試験日まで で区切って、はい、そこからもう一回っていう形ですかね、はい、あ、そういう感じですね、はい、なるほど、それはでもさすがですね、あまり時間なかったと思いますけれども ねこの辺はなんかあまり参考にならない賢い方ができることだなとは思うんですけど、実際の被ってるところありますからね、官業と宅建ですね、はい、民法とか、官業の方にも宅建業法出てきたりしますのでね、はい、その辺は結構ショートカットできるからいいとは思うんですけど、はい、でも先ほど最初におっしゃってましたけど、設備とかはやっぱり宅建とかには出てこないのでね、そういったところはしんどかったとは思いますけどね、はい、はあ、はい、お疲れ様です。でもテキストの表が、はい、まとまって、はい、よくまとまっておりましたので、もう表でイメージで覚えるっていうのもできましたので、良かったと思います。本当ですか、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。なるべくなんかこうね、イメージが湧かないとこれがどういうものなのかっていうのがね、湧かないですね。そうですね、はい、そうなんですよね、結びつかないので、なるべくまあ図化写真を載せるようにはしてるんですけれども、はい、でもそれでもやっぱり劣化症状とか一個一個載せるわけにはいかないので、なかなかねそうですよね、そこ馴染みがないと結構しんどいかと思うんですけどね、お疲れ様でした、はい、まあ、よく先生がはい、そういうマンション外歩いてる時に株を見て、うん、見てくださいとかっておっしゃってたんで、はい、見てみると、はい、そういう現象が分かるっていう、なってますね、いまだに見てます私は、まあ、このアリビの入り方みたいな、割とでも知ると楽しいですよね、そういったことね。あ、そうですね、はい、はい、ぜひ皆さんにもおすすめです。はい、では次はですね、ちょっと漠然とした質問になるんですけれども、アガルートアカデミーとはという質問で、お医師様の場合は、まあ、司法試験の関係からご存知であったというお話は伺いましたが、はい、アガルートアカデミーとはどういう印象をお持ちでしょうか？はい、
ですね、これは僕の言葉ではなくて、はい、刑法で僕が尊敬する学者の先生、はい、井田先生っていう先生がいらっしゃるんですけども、はい、井田先生がこう本の前書きで書かれていたことなんですけども、はい、この本は赤ちゃんの靴のような本であってほしいっていうふうに書かれまして、はい、で結局赤ちゃんの靴っていうのはやがてそれを卒業していって、うん、ただその赤ちゃんの靴の時には赤ちゃんの時代にはものすごく大切なものだということなんですけども、うん、はい、だからもう早く脱ぎ捨てて自分の靴を履いてほしいっていうそういう意味なんですけれども、うん、まさにアガルトもそのような赤ちゃんの靴の部分だと思いまして、はい、ここできちんと、はい、基礎を作って、あと実務家になって自分の靴を履いていくと、はい、そういう存在だというふうに思ってます。はい、素敵なお言葉ありがとうございます。まさにそうですね。ここから第一歩にもしなってくださる方がね、多く、はい、ね、いらっしゃるんであればね、これはもう本当に講師の側からしてもすごく幸せなことなので、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではですね、受験生へのメッセージということで一言頂戴したいんですけれども、まあ、応援メッセージでも構いませんし、何かアドバイスでも構いませんし、大石様から一言いただければと思います。試験はなんかそうプロセスっていうものを重視されるんですけども、あくまでも試験は点取りゲームでして、まあ、1点でも多くこうもぎ取っていくってことが非常に大事だっていうふうに思ってます。で、例えばですね、まあこの試験は4択で、まあ、選択肢の1と2が分からなくてもそれはあんまり気にしないでも時間かけないで、まあ、3とか4にきっと答えがあるというふうに見て3とか4を見るっていうような姿勢がまあ大事だと思います。で、もし過去問を3回4回解いて1,2,3,4 全部の選択肢が分からないんだったらそれはみんな分からないというふうに思って、まあ、その問題はもうとっとと次に行くということで、1点でも多く、まあ、点取りゲームだと思ってやっていくことが大事だというふうに思います。はい、ありがとうございます。なかなかそうですね、そういう勇気がいることなんですよね。なんかこう、はい、自分だけがわからない、特に本番の時ってこれ自分だけがわからないんじゃないかとか思ったり、一つのところにすごい固執して時間がかかってしまったりとか、結構そういうのがありえますよね。ですので、はい、そうです。やっぱり次に進む勇気っていうのは、はい、特に本番なんかには必要になってくるかなと思いますし、はい、お医様がおっしゃるようにすごく難しいと思う問題は大概みんなもわからないですからね。そうですね。その辺がやっぱり本番になってくると怖いのが、そこがなんかもしかして自分だけわかんなかったらどうしようとかね、うん、そういったことにとらわれますけど、特にこの不動産系の、まあ、資格と管理業務主任者の宅建ももう4択なので、絶対どれかが、ね、目の前に正解があるのでね、それをいかにこうジャッジできるかっていうのにかかってくるんですけど、まあ、そこですよね。やっぱり1個こう自信と、あと切り捨てる勇気っていうのはやっぱり必要なのかなと思いますね。そうですね、はい、本年度受験検討されている皆さんもね、ぜひそれを前提に、本番まだまだですけど挑んでいただけるといいかなと思います。はい、では今回は質問は以上となります。ありがとうございます。大石様、ありがとうございました。はい、この度おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは最後までご覧いただきました皆様もありがとうございました。